皆さんこんにちは、ワタクリブシです。では今回は、ギレンデバーワークシューズの共有 V、ウゴブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。今回はいよいよティターンズ最後の拠点、グリプス2、ここを攻略していきたいと思います。では早速、グリプス2攻略作戦、発動していきましょう。全軍に次ぐ、我々はこれより、ティターンズの本拠地、グリプス2に対する攻略作戦を発動する。宇宙要塞グリプス2、堅牢無比なこの要塞は大口径レーザーを持つティターンズの力の象徴である。ティターンズはこの拠点に立てこもり最後の抵抗を行おうとしていた。今この要塞を舞台、宇宙の覇権を争う一大海戦が繰り広げられようとしていた。アーガマより通信が入っています。アーガマはグリプス2攻略作戦への参加が可能であるとのことです。アーガマをグリプス2に向かわせますか。ここはノーを選択してアーガマ隊、ついにここで解散させておきましょう。了解しました。アーガマに任務終了と部隊の解散を命令します。では部隊を送り込んでいきます。まあ、全軍で入るんですが、コロニーレーザーを発射してくるので、まあ、それに備えてですね、1ターン目で入った部隊は、大半を引き上げさせます。それでコロニーレーザーを撃たせた後、再度、本体として再侵入する。まあ、そういう戦い方をしていきたいかなと思います。緊急事態です。グリプス2より放送が行われています。ティターンズ総帥。ジャミトフ・ハイマンは凶弾に倒れた。ジャミトフ・ナキアとカプテマス・シロップは絶大なカリスマを武器にティターンズの実権を握る。若き指導者を迎えた新生ティターンズ。コウモリのごとく様々な組織に寝返るアクシズ。地球連邦政府を味方につけたエウーン。三つどもえの戦いは新たな局面を迎えようとしていた。カプテマス・シロップはティターンズ総帥ジャミトフ・ハイマンの死亡を発表しました。なお未確認情報ですが、ティターンズの軍事部門の責任者バスク・オムも戦死したとのことです。ジャミトフ、バスクまでだ。これでティターンズはシロッコのものになったというわけか。シロッコめ、やつの目的は何だ。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。はい、ジャミトフが死んでティターンズがシロッコのものになったということで、まあ、ここにシロッコがいる可能性は高そうですね。ジオの機影も見えるので慎重に戦っていきたいと思います。では1ターン目はまず敵の出方を見つつですね、お話ししたように大半の部隊は引き上げさせます。さてコロニーレーザー撃ってきますね。ここは予定通り部隊引き上げ済みなのでそのまま撃たせます。コロニーレーザーの直撃により我が軍の部隊に深刻な被害が出ています。大部隊は引き上げてあるのでこの後再侵入させれば全く問題ないですね。ではコロニーレーザーを撃たせたので、改めて本体を投入していきましょう。ここから決戦ですね。ではご覧のように本体入れます。まあ、ゼータに乗った U を進出させて、まあ、なんとかここでね、基地を確保して、敵を迎え撃っていきましょう。ではまずここにいるシロッコ、ヤザン、ラムサスっていう、まあ、相当強力な戦力ですけど、これを攻撃して撤退に追い込みましょう。まあジオに乗ったシロッコ、そしてハンブラビに乗ったヤザン、この辺りをね、撃退できればこの戦い、まあ、勝利も見えてくるかなと思いますので、まずそこを優先します。まずヤザンは撃破できましたね。でシロッコはこちらの格闘が当たるとは思えないので、
まあ、次のターンと、波状攻撃をかけて仕留めにかかりましょう。なぜだ、このマシンの弱点を知っているとでも言うのか。ここでシロッコの撃破も完了です。シロッコさえいなくなってヤザンも今はもう撃沈済みなので、この後一気に攻勢仕掛けていきましょう。動け、なぜ動かん。では最後残っていたユニットを撃破してティターンズ滅亡です。ティターンズの本拠地フリッツ2を制圧しました。ティターンズは滅亡です。緊急事態です。アクシズが同盟の破棄を通告してきました。何だと。ルナ2より緊急連絡です。同盟破棄の通告と同時にアクシズが攻撃を開始してきました。これによりルナ2およびグリプス2がアクシズに占拠されました。我々の消耗を待っていたようだな。ハマーンカーン、玉の利を得たつもりか。報告します。志願兵の中からパイロット候補生を選ばれました。ティターンズは倒しましたが、今度アクシズのハマーンが即刻同盟破棄で攻め込んできましたね。これを迎撃していきましょう。では早速ですね、ご覧のようにグリプス2とルナ2、取られてしまっているのでルナ2に攻め込みます。さらにサイド5にも攻め込みましょう。地上の方にはまだアクシズ軍の影はないですね。ではまずルナ2です。ルナ2の方にはエウゴノが部隊数多く遅れますね。これできれば1ターンで決着つけたいなと思います。でこのルナ2ですが、まずですね、部隊の主力としてはここにいる Z2 のファーユイリー、あとはゼータプラス宇宙戦士用の新松永、このあたりを前面に押し出してなんとかワンターンで決着つけに行きましょう。では部隊発進です。その他ご紹介しておくところと、ブライトがですねネイルアーガマーに乗ってます。量産機はリックディアスをさらに改良した、まあ、シュツルムディアス、このあたりを中心に編成しました。まあ、基地中心部にたどり着けさえすれば十分に1ターンで撃破できる戦力比かなと思いますので、まあ、一気に部隊を送り込んでいきましょう。ではルナ2を占拠したアクシズ軍、これ最後殲滅してこのステージ、このマップ、ルナ2制圧完了としていきましょう。まあ、敵はねエースもいませんでしたので1ターン余裕でしたね。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。続いてサイド5ですね。ここ激戦になりそうだな。エウゴ軍26、アクシズ28というユニット数になっています。このエリアは何といってもですね、まずはカミユ、アーガマ隊解散したことによってカミユがプレイヤブルキャラクターになっています。あとはですねアムロなんですけども、これスーパーガンダムブースター装着に乗ってもらってます。これもね火力を出してもらいたいなというところで、激戦となるであろうサイド5の攻略戦進めていきましょう。さあアムロですね、敵はハンマーハンマーに乗ったマシュマ、この辺りから強くなってくるかな敵もね。ただマシュマーはどうしてもここで撃破しておきたい相手ですよね。インコム同士の打ち合いで最後はアムロが勝ちました。さすがですね。人間は戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。はい、ではルナ2は奪還したもののアクシズ軍のまあ、裏切り同盟破棄により再び宇宙での
戦況が思わしくない状態になってきました。ここからはですね、モビルスーツどんどん投入して、なんとかこの劣勢を挽回しつつですね、まずはサイド5、そしてグリフス2、ここをね、しっかり、ダッシュしていければいいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。